要はですね、すでにオーディオシステムを組んでる、一通り組んでるっていう人が、こいつを一つポン付けで付け足すだけで、ストリーミングの世界が実現するんですよ。それが手に入れることができるんです。これすごくないですか？こんにちは、アソニーです。ソノスの商品レビュー第2弾です。前回はこのソノス5っていうワイヤレススピーカーをご紹介しましたけれども、今回はソノスポートという商品です。今現在私のシステムにすでにつながっているんですけれども、もうこれなしではやっていけないっていうぐらいですね、本当になくてはならない、システムになりました。実際これを使うことで、もう私の音楽体験がガラッと変わったと言っても過言ではないぐらいです。ちょっと引っこ抜いてみますね。はい、これです。こちらがソノスポートです。非常に小さな、ちょっとプラスチックな筐体ですけれども、本当これだけなんですよ。これフロントには何も操作ボタンなどはありません。ここに小さく LED のインジケーターがあるぐらいですね。でトップには、ソノスっていう文字が書かれていて、で底面はちょっとこういったゴムの素材になっていて滑り止めになっています。で、背面はこのような状態ですね。でこれが何かっていうと、ちょっと一言では言い表しにくいんですけれども、あえて言うと、これはストリーマーです。で、ストリーマーって何って言われると、音楽サブスクリプションサービスを含めた、インターネット上の音楽をこいつが受信して、送信する、ストリーミングするっていうものです。もちろんそれ以外にも、自宅の LAN の中につながっている NAS なんかをこいつにつないで、音楽を聴くこともできるんですけれども、シンプルな使い方としてはそういった音楽サブスクを使っている人がこいつで聴くっていうものだと思います。それに加えて、AirPlay 2に対応しているので、iOS 端末とか、それからMac などからこいつに音楽を送信して、音楽を流すっていうこともできます。私のチャンネルではすでにオーディオを楽しんでるっていう方が非常に多いと思うんですね。で、そこでちょっとお聞きしたいんですけれども、どのような音源をどうやって再生してますか？私はですね、これまで、CD をリッピングして、それをハードディスクに入れて、それを、パソコンを通じて USB ダックにつないで、アンプにつなぐという使い方をしてました。で、ここで問題なのが、そういう使い方をする場合はですね、オーディオラックの近くにパソコンが必要っていうことなんですよ。これがすごい嫌で、できる限りパソコンを使いたくないんですよ。で、そんな折に、最近は、ハイレゾも含めた音楽サブスクリプションサービスっていうのが非常に充実してきましたので、要は音楽をストリーミングで聴くっていう文化が身近になってきたわけですよね。そういう時にこいつなんですよ。こいつがあればもうパソコンいらないんです。背面の端子類の説明をします。まず左上が接続ボタンでして、一番最初に自宅の Wi-Fi ネットワークにつなぐときに押すボタンですね。それ以降は全く触ることはありません。で、2つ、イーサネットポートがついてます。家庭内の有線 LAN につなぐとか、もしくは LAN を通じて NAS につなぐとか、そういった使い方ができますね。で、12V トリガーといいまして、対応の機器と合わせて使う場合には電源が連動して入るとか、そういった便利な機能です。下の段に行きまして、一番左は電源ケーブルを挿すところ、それからアナログのインですね、入力で出力、そしてデジタルアウトがついてます。一番シンプルな使い方としてはここですね、アナログ出力ですね。でここから RCA で出力して、でお手持ちのプリメインアンプとかにつなげば、こいつがストリーミングしてくれる音楽をお手持ちのシステムから流すことができるっていうことです。次にアナログの入力がありますので、例えばお手持ちの CD プレイヤーとか、もしくはレコードプレイヤーとか、そういったプレイヤー機器類からこ
ここに入力をすれば、その音声も、ネットワークを通じて出力することができます。で、こいつはプリアンプ的な使い方もできて、今言ったような、ここに入力したものを選ぶこともできますし、それから音声の出力も、可変と固定が選べます。可変にしておけば手元のスマートフォンとかから、ボリュームの調整ができますし、固定出力にしておけば、その先につないだプリメインアンプなどでボリュームの調整をすることができます。で、実際の私の使い方なんですけれども非常にシンプルです。まず電源ケーブルつなぎます。そしてデジタルアウトですね、同軸デジタルで出力をします。ここだけです。これとこれの2つしか接続をしていません。もちろん、無線 LAN でつないでいるのでこの有線 LAN につなぐ必要もないということです。もちろんさっき言ったようにこのアナログ出力から手持ちのシステムにつなぐこともできるんですけれども、この同軸デジタルから出力をして私の手持ちの USB DAC ですね、SMSL の M400 ってやつを使っているんですけれども、その USB DAC につなげばその USB DAC の最新の DAC チップを使うことができるっていうことで、私はそっちの方がより高音質を、実現することができるかなと思ってやってます。オーディオをやってる人であれば今の端子類の説明で大体分かったと思うんですけれども、要はですね、すでにオーディオシステムを組んでる、一通り組んでるっていう人がこいつを一つポン付けで付け足すだけでストリーミングの世界が実現するんですよ。それが手に入れることができるんです。これすごくないですか？ CD プレイヤーで音楽を聴いている、もしくはパソコンと USB DAC を使って音楽を聴いているっていう方が多いと思うんですけれども、その場合あくまで手持ちの音源しか聴けないわけですよ。それにこいつを加えることで、かつ音楽サブスクリプションサービスを契約することでもう音源が無限に広がるんですよね。これがもうたまらないですよ。もちろん PC オーディオやってないっていう方もさっき説明したように、これのアナログ出力からプリメインアンプにつなげばそれだけで使えるんですけれども、まあ、できれば、最近の USB DAC っていうのは DAC チップの進化がどんどん進んでいるので、最新の DAC に、このデジタルアウトしたものをつないだらより高音質を狙うことができると思います。ちょっとつないでみますね。本当に簡単ですから。よいしょ。はい、接続しました。そのスポートに電源ケーブルと同軸デジタルケーブルを挿しただけです。で、同軸デジタルケーブルは USB DAC につながって、そこから私のプリアンプ、パワーアンプにつながっています。で、このスピーカーを鳴らします。で、Sonos のアプリを立ち上げて、Spotify で曲をちょっとかけてみますね。はい、シャッフル。次の曲で、今ボリュームを可変にしてるので、こうやって自分のプリアンプ側でもボリューム調整できますし、ここからボリューム調整することもできます。こんな簡単な接続で、もちろん初期設定もめちゃくちゃ簡単なんですけれども、これで今 Spotify 聞きましたけれども、登録してある、Amazon Music とか世界中のラジオとか YouTube Music とかそういった音楽を無限に聞くことができる。もうこれ本当に素晴らしいと思います。そしてさらに、はい、Sonos 5の登場ですけれども、まずはさっきの続きを流します。今、こっちの JBL から音が流れてます。で、その状態で、どこだ？ここか。ここで、今、リビングルームだけから流れてるものを、寝室、こいつ今寝室で登録してるんですけれども、こいつからも流す。完了。でかかった。わかります？今、こっちとこっち、両方から音が出ています。で、リビングルーム、この JBL をリビングルームと設定してるんですけれども、それをオフにすると、今度は
こっちからだけ音が流れます。ちょっとボリューム上げますね。はい、よくないですか。ですから今はたまたまね、撮影のためにこのシステムを近づけて設置してますけれども、こっちはリビングルームで、これを寝室に持っていくなんてことをすれば、同じ曲をそれぞれ別の部屋で聴くことができますし、シームレスにつなげることができるんですね。ご覧の通り、ソノスアプリに対応した Amazon Music とか Spotify とか、そういったものを無限に使うことができるんですけれども、ちなみに Amazon Music とか Spotify ってすでに使っている方であれば、いろんなプレイリストとかお気に入りの曲やアーティスト、アルバムを登録していると思うんですね。それもちゃんとこのソノスアプリの中で閲覧して曲を選択、再生するっていうことができます。で、さらに素晴らしいのが AirPlay 2に対応してるんです。このソノスポートは。このソノス5も対応してますけれども。で、例えば今これ iPad で YouTube の私の動画を再生してみます。はい、Sα7III を買ってみようかなって。こういうふうに、今普通にここから音が出てるんですけれども。本当にソニー強しっていう感じがします。で、また、ちょっと動画の世界とは違いますけれども、どこから出力しますかっていうことで、リビングルームを選択すると、あ、出た出た。はい。これ分かりますかね。マイクにはうまく入ってないと思うんですけれども、これ今、この JBL から音が流れてます。こうやって。しかもね、ちょっとこれ分かりにくいと思いますけれど、音の遅延が非常に少ないんですよ。リップシンク、ほぼ完璧に合ってます。で、簡単に、じゃあ、今度は、こっちから聞きたいなと思ったら、人と差別化することが、はい、今度はこっちから音が流れました。再生回数とかを伸ばすことができたわけですよ。で、私が GH5 をもちろん両方から流すこともできます。そういった時代が完全に終わってしまって、で、かつそれぞれの、ボリュームを個別に調整することもできます。そこから先、リビングのボリュームを下げて、寝室のボリュームを上げる。見た通りなんですけれども、みたいなことが、スタートラインが一緒、持ってる機材も一緒、もう簡単にできるんですね。はい、いかがでしたでしょうか。今回の動画ではここにね、マイクを設置してあって、ここでの音声を撮ってるので、今回空気録音とかはしませんけれども、もちろん音は問題なくいいです。AirPlay 2もそれから Sonos のアプリも、基本的には CD 音質、 CD クオリティが、MAX のスペックになりますから、ハイレゾには対応してないんですけれども、でもね、やっぱり CD のクオリティで無限の音楽をこっからもこっからも聴けるっていうのは本当に素晴らしい体験だと思います。で、もちろん、さっきも言ったように、このソノスポートには、アナログの入力もありますから、今ちょっとここにカバーかけてるんですけれども、これレコードプレイヤーなんですよ。レコードプレイヤーをソノスポートにつなげて、それをこの寝室に置いたこのスピーカーから鳴らすなんていうこともできるんですね。本当に使い勝手は無限大だなと思います。で、私の場合は海外の音楽サブスクのタイダルっていうのを契約しているので、ちょっとあっちにある MacBook Pro で、タイダルを再生し、それを AirPlay 2でこのソノスポートに飛ばし、この JBL のスピーカーで聞くっていう、そういう使い方をしてるんですよ。さっきも言ったように CD クオリティではありますけれども、非常にたくさんの音源を楽しむことができるので、音楽体験がガラッと変わったと言っても本当に過言ではないと思います。ソノスポート、そしてソノス5、ぜひチェックしてみてください。それでは